はい、本日はですね、劣化しやすいダウンジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、どうせ買うんやったら高い金からって買うんやったらちょっとね長く持ってほしいなと思うかもしれないんですけど、やっぱそれぞれダウンジャケットって用途によって分けられてますので、この素材使うってことは劣化しやすい、逆にこの素材使うってことは頑丈ですよねっていうのがねそれぞれありますので、まあそんなところで特に今回は劣化しやすいダウンジャケットっていうところをフォーカス絞ってお話します。だから格好悪いとか機能性が低いとかそんな話じゃなくて、劣化をするというところだけを見てね、ご紹介していきたいなと思います。そうで、まあ、これはメーカー側も歌ってることではあるんですけども、まずどんなジャケットが劣化しやすいのかというと、今回紹介したのは3点ございます。何があるんでしょうかということでね、まず1つ目っていうのがこちら、タトラスの、ドミツアーノ、これはもう劣化します。で次に行きます。次はですねこちらユニクロのシームレスダウン、これも劣化します。そして最後に行くのがですねノースフェイスのこちらヌプシジャケット、これも劣化しますということでね、この3つがパンパンパンと、僕が持ってる中でなんですけどね、僕大体30着近くダウンジャケットあるんですけど、その中でこの3つは特に劣化しやすいよというところでねお話をさせていただこうかなと思います。それぞれ全然違いますけどね、値段の価格も全く違うけども、16万円ぐらいのやつもあれば1万円ぐらいのダウンジャケットもある。で高いから長持ちするとかいうわけじゃないんですよ。で安いから持たないとかそんな話じゃなくて、その生地の使い方とか、あと縫製の仕方とか、そういうところで劣化するっていうところがありますので、まあそんなところねお聞きしていただければいいかなと思います。まず一つ目っていうのはこちらタトラスのドミツアーノ、これ劣化しますよなんて言ったら、16万5千円のダウンジャケット劣化すんのと、そんなんちょっと考えられへんわと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これをご購入される方っていうのはおそらく割り切って買ってはるかなと思います。例えば同じ駄菓子でもかば焼き三太郎とかやったらいっぱい買えるんですけども、こういうダウンジャケットを買う方っていうのはエリーゼを買うんですね。でだいたいエリーゼの白のホワイトチョコだけ食べると、あと黒の方はね遊びに来た友達とかに、あ食べたらいいよって言うけど、ホワイトだけ絶対自分で食べるんだっていう方が非常に多いんかなと思うんですけど、そういった量を求める方じゃなくて質を求める方がね、いらっしゃるなと思うんですけども、このダウンジャケットが劣化する理由っていうのが一つ、もうねレビュー動画でも言ってはいてるんですけども、この素材なんですよね。でこの素材っていうのが、ウールとシルクっていう素材が使われてますので、どうしてもねこれはね劣化しやすいんです。で劣化しやすいイメージとして分かりやすいのは、ニットのウールのニットとかってね、皆さんねユニクロとかで買い張ったりとかするじゃないですか。ほんなら大体1年ぐらい着てたらね、この脇のとこに毛玉できてきたりとかしてね、あのボコ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 出てくるじゃないですか。あれってなんで出てくるのって、ウールやからなんですよ。ウールはとにかくあれになります。でウールに似てるんやけども、アクリルっていうのは、毛玉になりません。これは人工の繊維やから。でもウールはとにかく毛玉ができます。だからこれも仕方ないことなんやけども、もともとねテンパみたいなこうくるくるってなってるやつやから、こう毛玉になりやすいんですよ。でそれをこのドミツアーノも使ってるんで、どうしてもこう毛玉になると。だから劣化するっていうのはどういう意味で劣化する、もう切れなくなってボロボロなって姿形なくなるんですかって、そういう意味じゃなくて、とにかくこれに関してはボコボコ毛玉が出てきたり、今これってねこのツルーンとしてる感じがかっこいいじゃないですか。うわーこういかにもハイブランドっぽいね、この光沢感もあって、シルクが 1% 入ってるからツヤツヤした感じがあって、すごいかっこいいねってなるんやけども、よくよく見たらこの辺り毛玉がいっぱい今後出てきます。まだこれ買って1ヶ月ぐらいしか経ってないから全然毛玉も何もないんですけども、こうやって歩いていく中で絶対この脇の部分擦れますよね。でこの脇の部分が擦れるってことは、擦れれば必ず毛玉ができます。これはウールのダウンジャケットを使うとそうなりますので、タトラスやからとかそういう話じゃなくて、タトラス以外にも、あすごいかっこいいダウンジャケット欲しいあったな、よしじゃあ買おうかな、あこれウールやんかと、ウールってどうなんてタクゾー言ってたかっていうと、あれ毛玉なるって言ってたね、その通りなんですよ。だからねウールのダウンジャケットを買うってことはもう毛玉ができて仕方がないやけど、それぐらい割り切った時しか着ない、ほとんど着ないんやけども、ここぞっていう時に着るからあんまり毛玉ならないっていうところで着用するのはいいと思うんですけど、まあそれがね、さっきのエリーゼの話も出ましたよね。小学校の時の友達ん家行っておやつ食べる時って、大体その辺にある、まあ、タケノコの里とかキノコの山とかが出てくるけども、たまに金持ちのとこエリーゼ出てくるでしょ。エリーゼは量はないんやけども質が高いんよということ で特に白が人気なんよっていうところが割り切ってますよね。あれと一緒、もう割り切った上でもう来てるんですよということで、次はじゃあ対してこの15,000、10倍の値段差、たった15,000で買えるダウンジャケット、このユニクロのシームレスダウンってことなんですけども、これに関してもねどうしても劣化は起こってきます。でどういう劣化が起こってくるのかというとですね、このダウンジャケットに関してはシームレスっていうことで、シームがレスないっていうことなんですけど、要は縫い目がないです、シームがない、シームレスっていうことなんだけど、これね接着剤というか圧着剤でひっつけてるんですよ。だから縫い目がないので、縫い目がないってことは中から綿が出てきませんよねと、ポロ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 綿出てくることあるじゃないですか、ダウンジャケットって。それがない
のはこのシームレスやからないんですよっていうことなんですが、僕も視聴者さんからね、いただきました。こちらね、視聴者さんのボルベさんっていう方からね、こちらもいただいたものなんですけども、2年ほど前にセールで2019年の9月にセールで購入したものなんですけども、モデルとしては2018年モデルっていうことになってるんですが、まあ大体4年ぐらい前のモデルになってくるとクリーニング出したらもうこれ劣化しちゃってね、あのシームレスが剥がれちゃいましたなんていうことで、もう僕着ないんで動画で紹介してくださいと。確かに拓造さんシームレス劣化する劣化するって以前から言ってますけど、ほんまに劣化するんですねということで、こちらを送ってきていただきました。まあただ僕が見てる段階でそこまでねシームレスがめちゃくちゃ剥がれてるなっていう箇所はあんまないんやけども、まあ少しずつね、あ、剥がれ出してるなっていうところはありますので、もしね全部が剥がれちゃうとこの上の綿とかこの綿が全部下にダーンと落ちちゃうんですよ。だからバターンと落ちちゃってもうここにしか綿ない状態になっちゃうんで、まあいずれはそういう風になっちゃうということで、なんでそんなことが起こるんかっていうとね、このシームレスっていうのがさっきも言ったように圧着剤でパチってひっつけてるんだけど、この圧着剤っていうのにどうしてもポリウレタンっていうのが入ってるんですよ。でもこのポリウレタンなんか名前覚えんでいいんやけども、スニーカーとかでもボロボロになる理由ってそのポリウレタンが入ってるからなんですよ。だからポリウレタンっていうのがもうとにかく劣化するんだということでね、僕よくそんな話しましたね。皆さんの多分記憶の忘却の彼方に多分飛んじゃってるんやけども、そういうねポリウレタンっていう魔法の素材がありますよと。それは魔法で素晴らしくいいように見えて、うわすごい綿も飛び出てこへんやん、圧着できてるやん、すごいやん、シームレスやんって言ってるんやけども、残念ながらその反面劣化も起こるんですよということなんですが、これを採用してるね、高級ダウンジャケットもあるんですよ。でそれがねこのデサントの水沢ダウンなんですよね。でこれも同じくシームレスでやってます。だから縫い目っていうのがないんですよ。ただこれも同じような材料は使ってるので、いずれ劣化はすると思います。これはもう仕方ないことなんやけど、ただここのブランドに関しては日本の工場で全部やってて、岩手県の工場あるんですよ。でそこで全部縫製とか圧着とかやってるから、もう一回修理ができるんですよね。でもユニクロに関してはもう売ったら終わりなんで、売ってもたらあとは知りませんという状態なんで、その修理とかは基本ないんですよ。でこの圧着するのっていうのは圧着する工場でしかじゃないと圧着できないんで、これもユニクロって海外で作ってるから、もうそれを送ってるだけでコスト山ほど変わってくるし、輸送費で帰ってくるだけでもめちゃくちゃ金かかってくるんですよ。ほなダウン買っといた方がええやないかと、これもう意味ないやないかと、これ修理しても山ほど金かかるやないかいってなってくるんで、まあそういうところで言うと、あのアフターサービスがないので、まあ今回ねあえてデサント入れへんかったんですけど、なんでっていうと、これは修理が効くから、あの最悪圧着が剥がれちゃったってなった時にはそのデサントの、岩手の工場に送っちゃえば修理はまあできるっていうところなんで、まあそう考えると直せるんかなっていうことでユニクロだけちょっと入れました。でまあユニクロをね、まあ、シームレスが劣化する理由って、もちろん空気に触れてるだけでも劣化するんやけども、クリーニングでも劣化するんですよ。またねこれがややこしいことなんやけども、クリーニングで綺麗にしようと思ったら劣化するのかいっていうことなんですけどもね、そうなんですよ、劣化しちゃうんですよね。でクリーニングで使ってるね、だいたいドライクリーニングって油があるんですよね。その油と反応してやっぱポリウレタンが剥がれやすくなったりとかするっていうところもあったりするので、まあその辺はねちょっと理科の話になってくるから、僕社会の先生なんで、元教員としてね書いてますけども、僕理科の先生じゃないんで全くそういう元素とかそういうことは分からないんですけども、まあ、そういった関係性で劣化しやすくなるとっていうところなんで、多分おそらくシームレスのダウンジャケット出すときってクリーニング屋に言われると思います。あ、これシームレスで圧着してるんで、もしかしたら剥がれちゃうかもしれませんよ、それでもいいですかって言われると思うんですけども、いいんですって言ったら剥がれて帰ってくる可能性はありますよ。でそれが嫌な方はデサントはね確か提携してる工場とかに送れるんですよ。だからもし気になる方はデサントのホームページ、ミスターダウンのホームページから問い合わせしてみたらね、ここに送ってくださいとか、ここにやってくれたら専用の工場でやりますよなんていうのが多分あると思います。確かあったと思いますけどね。でそういう風に対応ができると。で3つ目何かというと、ヌプシジャケット。これノースフェイスで唯一劣化しやすいダウンジャケットとして紹介します。で基本ノースフェイスってアウトドアブランドやから劣化しづらいんですよ。要は登山とかで吸ったりとかしても問題ないように作られてるから劣化しにくいんやけど、このヌプシに関してはタウンユースとして、作られてますので、より着心地がいいとか柔らかい着心地になってるんで、動きやすいのはとても素晴らしいことないんやけども、そこら中にもう綿が出てきて穴が開いております。例えばこことか綿出てきてるし、それ以外にもパッてめくったりしたら、まあ、この辺りなんかもね、綿が出てきたり、ここも綿が出てきたりとかしてるんですけども、ありとあらゆるところで毛抜けが出てきたり、さらにここの辺とかね、よくリュックとか背負ってるので、もう摩擦でね、もうモワモワになっちゃってるところ、分かりますかね、この辺りね、モワモワになっちゃってるんですけど、こういった耐久性とかはねあんまりないです。でもともとは確かこれ3万5000円とか4万円切るぐらいで買えるようなダウンジャケットなんで、まあ、ある種消耗品というか、まあもう3シーズンぐらい着たらもうボロボロなっちゃうよねと。で別にボロボロなっちゃっても思われきって着るっていうのも全然ありなんですし、まあ僕とかはもうこれ3シーズンぐらいなんで、もうボロボロなってるんやけども
割り切ってきてるけどもね、抜けとかが起こりやすい、最も起こりやすいのはこのヌップシだと思います。他のねバルトロとかはもうちょっと生地が丈夫やったり、もうちょっと生地に性能があるので破れづらかったりするんやけど、これは特にそういうのがないから、こう綿が出てきやすかったりとか劣化しやすいとかっていうのは、もう見ててね、綿がこう出てきてるのってあんまかっこいいもんではないじゃないですか。でそういう風になりやすいジャケットなんで、せっかくノースレス買うんやったらもうちょっと長持ちするやつがいいってなってくると、やっぱり6万円以上のダウンは買わないとこう長続きしないというかね、どうしてもこう劣化が起こってくるというのがね、まあ仕方ないところであるんやけども、やっぱりどうしてもね値段を下げれば下げるほどどっかでコストは下げなあかんから、それを生地にするのか、それとも中に入ってる綿をコスト下げるのか、それともこういう備品ジップとかファスナーとかベルクロとかそういうところを下げていくのか、何かしらを下げないと安いダウンジャケットで作れないんで、まあそういうところで言うと、まあ今回このヌプシティは街用でね動きやすいように薄くはしてるんやけども、それが逆に生地突き破ってきたりとか、あとまあ摩擦でね摩耗してたりとかっていうところで、よく劣化が目立ちやすいっていうところは、まあ今回仕方ないところなんかなということになっておりました。だからそれぞれはちゃんと用途があるダウンジャケットなんで、タトラスが悪いとかね、ユニクロが悪いとかヌプシが悪いとかそんな話ではなくて、タトラスはタトラスでちゃんとそういうたまに着るおしゃれなとこ、レストランとかその上級階流の人たちが着るときには素晴らしくぴったりのダウンジャケットだけど、毎日着てると毛玉だらけになるよねと、そもそもそんなダウンジャケットじゃないよね。で対してユニクロの方っていうのは、もうこれアフターサービスがないって分かった上で買ってるよねと、だからもう寿命が来ても仕方ないもんなんだっていうところで割り切って着るっていうところがダウンジャケットで、このヌプシの方に関してもノースフェイスの中でも比較的安価で、あの買いやすいモデルになってるので、手は出しやすいんやけども、その反面やっぱり劣化とかが少しずつこう目立ってきやすい部分もあったりしますので、それがどうしても嫌っていう方はね、もうちょっと、ゴアテックス使ってたりとか、もう少し高性能なところとか使うことによって、あのマシにはなってくると思います。っていうのもなんでかというと、ゴアテックスってね、皆さんね勘違いされてるんやけど、まあここにもあるんやけどね、この生地のことをゴアテックスやと思ってはる方多いんですよ。じゃないんですよね。この生地と裏の生地の間にラミネートが貼られてるんですよ。それがゴアテックスなんですよね。だからこの生地触って、これゴアテックス今回生地ちゃいますねって言ったりしてるんだけど、それは全然話違うんくて、これはナイロン、ただのナイロンで、この中にラミネートが貼られてるんですよ。だからそれがサンドイッチ状態になってるから、より毛が抜けてこない、ダウンの毛がこう突き破ってこないんやけど、こういうヌプシとかに関してはただの布切れ1枚なんで突き破ってきるんですよ。1枚しかないからズボーンって突き破ってきよるんで、どうしても劣化が早くなる。じゃあノースフェイスでゴアテックス系使ってるダウンジャケットだったら劣化しづらいの？そうなんです。なんでかっていうと、何層にもなってるから突き破ってきづらいんですっていうことにはなるんですけども、もちろん表の生地はそうやけど、裏側はゴアテックス使われてないからね、あのご飯のジャケットも裏から抜けてくることももちろんありますよ。でまたね、その裏の生地を裏の生地で強くするためにパーテックスっていうのがビレイヤーとかには使われてるんだけども、まあそれはそれで一旦ちょっと置いとくとしますけども、だいたいやっぱ6万円オーバーになってきちゃうんかなっていうことで、まあこのあたりに関しては、まあ用途と、いろいろ見ながらね、あ自分のこういう用途にぴったりやなとかね、あじゃあ逆にこういう時はあんま着ていかんとことか、結構そのガシガシ着やなあかん時とか、破れる可能性枝があるとかってなったら、ヌプシは絶対やめといた方がいいと思います。やっぱ破れやすいのでね、気をつけた方がいいかなと思いますので、そういった時なんかもね、あのよりこの頑丈な、こちらもゴアテックスなんやけども、生地がね分厚い生地使ってるんですよ。でこういう生地分厚い生地やったら、枝が多少刺さろうが何しようが全然破れません。だからそういう時なんかは、あじゃあちょっとこういうジャケット着ていこうかなっていうことでね、用途を分かった上で着用していくと、あの素晴らしい感じになるんじゃないかなということでね、本日は劣化しやすいダウンジャケット3選をご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。